ゲイ、ファイナル、練習2日目、本題戦、かますか。なんでお前ビビってんの、死ねよ。は？なんかレゲンがちょっとビビってんだけど、死ねよ。全体的にビビってんな。これあんま弾きたくないな、今ビビっちゃってるから。これわかるかな、ちょっとジーンと入るじゃん。これはこの弦の高さが低いから、こっち向きに低いから、このフレットっていう鉄の棒にぶつかっちゃってるのよ。弦がこうやってなるでしょ、こうやって揺れる時にぶつかっちゃってる下に。だからそれだとこの鉄の棒がすり減っちゃうのよ。あんまり弾きたくないな今日。まあいいや、うん、これだけね上手くなった。ここでこのブラッシングって言うんだけど、ここでブラッシングしちゃうとこのここのねハーモニクスが鳴っちゃうから、小指でミュートしてる。こうやって小指、このこれやるときだけ小指当ててこうやってやってんだね。ハーモニクスっていうのは理科の実験でやったことあると思うけど、弦って鳴る範囲、今はこっからここが全部鳴ってるんだけど、こうやってビョーンって揺れてんのね、こっからここが。だけどそれを短くしてあげると音高くなるでしょっていう実験やったことあると思うんだけど、弦ってこれ2分の1のポイントとか、3分の2のポイントとか、そういうキリがいい数字のところでハーモニクスっていうのが鳴るんだけど、例えば2分の1のところ、真ん中のところ、真ん中のところのフレットの真上を押さえてあげて、これが真ん中のフレット、12フレットなんだけど、弾いた瞬間に離す、ちょうどよく離すっていうのをやるとハーモニクスっていうのが鳴るんで、ね、ここが3分の2かな多分、こんな感じの音が鳴ると。で、例えばハーモニクスどういうのがあるかっていうと、こういうのとかね。うん、決まったわ。音大生違うわ。何これ、セブラみたいなやめて。うん、やっぱ音大生違うわ。俺ちょっとストローク強いと思うんだよね。だから弦すぐ切れちゃうんだと思う。ちょっとあんまり強く弾くのやめようか。このなんかギターさ、バリバリした音が出るから気持ちよくてさ。Don't you worry, you shadow
むずいな。気がついたその心を思い切りつけさせた。ピャーッと俺回れよ。まあ今日こんな感じでちょっとビビっちゃってるから、まあハーモニクスの説明もしましたと。なんでハーモニクスの説明したか忘れちゃったけど、あ、ハーモニクスの説明でこれ言ったのか。だからこのハーモニクスをこうやって押さえて、ここを小指でハーモニクスここだけだとなっちゃうんだね。だけど他のところを押さえるとハーモニクスにならないから、小指で全部押さえてあげて、こうこういう気持ちいい音が出るようにして、こうやってやってるっていう話ね。まあ今日はちょっとビビっちゃうから、すごく。だから今日はちょっと、まあ本当はビニールの練習したいと思ったけど、ちょっとやめて2日目終了とさせていただきます。このコードのさ、上行を練習したかったんだけど本当は。でもすごいビビっちゃってるからもう弾くのやめて、ここの練習が一番したかったんだよ本当は。うん、まあじゃあ一応現時点でどれぐらい弾けるかだけやっとこうか。まあ大して変わってないけどね。感じでした今日は。うん、ビニール音大生練習2日目、ね、まあこんな感じだったんだけど、ちょっと今日の反省点としてはね、ちょっとストローク強いかなってやっぱ思ったから、あーって弾きたくなっちゃうんだけど、どうしてもちょっとそれやってるとギターの寿命がね、とんでもなくなっちゃうから。ギターの寿命っていうか弦の寿命ね。弦もね、一応高い弦だと1セット1800円とか、安くても800円作るんだよね。エレキより高いですアコギの弦は。だからまあちょっと大切にね、そんなにあーって弾かなくても、アコギ結構音鳴るから、まあ演奏でねあんまり感情的にならないっていうね、反省点はね。ちょっとまあ音大生はまだまだ成長過程ですから。あ、そういうことを今日はね思いました。ということで2日目終わりでございます。もう多分1週かもしれない音大生。まあ言ったらねプロみたいなもんだから音大生って、プロの卵に任せてもらえば、もう難しいけど、正直めちゃくちゃ難しいけど、まあプロに任せればもう7日もあればね余裕だと思うんで、ちょっとそんな感じでね、途中経過と皆さんとね、成長の過程を楽しみたいと思います。じゃあそんな感じでした。バイバイ。一瞬関羽さんみたいな顔してなかった？関羽さん失礼か。